まずここは1969年12月の5日、小林さんにとっては懐かしい東京大田区体育館、小林さんのデビューの会場ですよね。ああ、デビューです。早速懐かしい映像なんですけどね、真ん中がね、テリー・ハーバートの後の黒潮太郎、左が吉原功大将、そして右が TBS の、山田二郎アナウンサーですね。はい。まあ、彼はトリニダード・トバゴから来た留学生だったんですけども、まあ、2年間これ国際にいたんですけども、はっきり言ってあまり体勢はしなかったんですよね。体はもうすごく大きかったんですね。素晴らしい、良かったんですけどね。性格が大人しすぎる、また大人しすぎたんですね、これね。そしてこれが今日の試合のまず第一つ目、豊ノ堀田中春組、まあ、我々は田中忠治と呼んでましたけども、はい、まあ、ある面でこの日本プロレス、東京プロレスを通してのこれ指定コンビですよね。そうですよね。で、小林さんこの時代、ちょうど当社さんと組んで、はい、IWの世界タッグを持ってたんですけども、はい、まあ、これは翌日にちょうど蔵前でその防衛戦を控えているということで、今日は、その豊さんはその田中忠春選手と組んで、はいはい、相手がそのイワン・キャンベル、ゴードン・ネルソン。ああ、ゴードン・ネルソン。懐かしいですよね。はい、このゴードン・ネルソンと選手はね、この時代はまだ無名だったんですけどもね、はい、後にアメリカに行ってそのミスターレスリングになってですね、はいはい、非常にやっぱり大成した選手ですよね。はい、体つきもやっぱりミスターレスリング時代よりも変わってますよね。ですよね。それとこのユアン・キャンベルなんですけどね、ともかく見るからに重いというか、はい、やっぱりもう150キロくらいありましたからね。そうですね。やっぱちょっと小林さんにとってもこれ戦いにくいタイプの相手ですよね。はいはい、田中さん頑張ってますね。で、この田中選手っていうのはね、このトロッピキックが得意でですね、はい、この当時、まあ、多分日本で、まあ、馬場さんのその32問を除けばですね、はい、トロッピックの名手としてはこの田中忠春選手っていうのは結構有名な存在でしたよね。そうですね。僕ももうプロレス入った時はこの田中さんにもう一から教わったんですよね。ちょうどこのお尻の本当に大きいね、はいはい、このでっちりタイプのですね、はい、で、この白のタイツと白シューズっていうのは非常にこうなんか躍動感のあったいい選手でしたよね。この頃もタイツというのも黒のタイツが多かったんですけど、珍しいですよね。この時やっぱり白バージョンっていうのはね、白タイツの白シューズでね、後にその寺西さんなんかもやっぱりそういう影響を受けてね、はい、このやっぱり白タイツになってますもんね。はい、豊さんもまだ元気ですよね。もう68年の4月に亡くなられましたけどね、やっぱりこの頃の豊さんまだまだね、この元気盛りだったですよね。はい、そうですよね。でこのイアン・キャンベルって選手はちょうどスコットランドの出身で、丸太投げって言いますかね、丸太投げの世界チャンピオンと非常になんかちょっと変わった肩書きを持った選手だったんですよね。はいはいはい、やっぱトヨさんのボディスタンプってやっぱり一種独特のちょっと風格ありますよね。ただ投げるんじゃなくて全然力強いというかね。田中さん、ね、やっぱこれやっぱ重いんですよね。やっぱり相手こんだけ体重違いますとね、やっぱちょっと無理がありますね。やっぱトヨさんの動きもこの子、やっぱこれでまたドロピックでしょうね。はい、すごい伸びる足が、やっぱり本当ドロピックには自信持ってたんでしょうね。豊さんのぶちかましですね。当然やっぱ逆肩エビですよね。もう豊さんの勝利パターンですね。ここでもまたドロピックですからね。レフリーの阿部治さんというのも懐かしいですね。この辺の連携やっぱり指定コンビだけにね、やっぱりちょっと息が合っててね、やっぱ本当、豊さんのリードもうまいしね、はい、やっぱ田中選手も非常にやっぱうまくついていってますよね。はい、まあ、この辺はやっぱりちょっともう圧勝といいますかね、ちょっと勝負にならなかった感じですよね。はい、やっぱ